昨日、おとといかな、の晩にね、本当に俺ちょっと久しぶりにね、もう叫び声を上げてしまったね。あんな気味の悪い、いや、また嫌だな、俺ここで一人で話すの、一人なんだよな、俺。怖いな、なんか。大丈夫かな。あんなにね、気味の悪い感覚ってのはもう、久しぶりだったけどね。いや、それ、まあ、TikTok ご覧になってない方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとお話しするんですけど。まあ、Twitter にもね、あげたの。Twitter って言っちゃいけないのか。X って言わなくちゃいけないの。かっこ悪いなんか。いいじゃん、ツイッターで。ね。あのね、唐突になんだよね。唐突に薄曇りの暑くも寒くもないような海辺にいるんですよ。砂浜なんだよね。で、波が、そんなに荒くはない波が、ささーってこう、打ち寄せてる。で、そこに、まあ、俺がいるんだけど、もう一人男が、俺の後ろに男がいるんだけど、俺がなんかそいつに何かを言いたいみたいで、ちょっと来いよ、ちょっと外で話しようよ、みたいな感じで、まあ、最初から外にいるんだけどね。で、砂浜を歩いていく。すると、一台の大型トラックが、バックでこうずっと下がってきた状態で、波打ち際ギリギリのところまでこうずっとピーピーと、例えばピーピーとバックしてて、そこで、トラックがそのまま廃車になっちゃったみたいな。大変だからその波がザザン、ザザンかかってんだよね。そういう状態。で、俺たちがそのトラックの後ろに回り込んで、だからよ、お前。こうでこうで、ああだろうみたいな、まあ、その内容をよく覚えてないんだけども、なんかその男に俺がこう言ってるんだ。そしたら、いや、中野さん、違うんですよ、なんとか。ってこういう、一生懸命なんかそれに対してこう言い訳をしてる男がいて、違うじゃねえよ、もういいよ、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 いいよって言いながら、こう、またその男に背を向けて歩き出すと、いつの間にか、建屋の中にいるんだよね。その建屋っていうのが、もう、感覚的にパッとわかる、その浜にある建屋なんだ。それを感じるわけよ。ほんで、その中にも一人男がいて、のぺーっとした顔のね、なんていうのかな、なんか、さいない感じの野郎が一人いて、いや、中村さん、あれどうしたんですかって言ったら、どうしたんですかじゃねえよ、お前。今、もうきっちり言ってやったからよ、俺。って言ったら、マジっすか？ここまでお前ですよ、俺。ね、その男が、マジっすか？って言った。それをね、聞いた途端だよ。もう立ってるじゃない。俺のこの足の間に、ずーっと女が後ろから前に向けて、ずーっと頭入れてる。その髪の毛がちゃ活発だって分かるんだね。その感覚が気持ち悪くて、いや、まあ、気持ち悪くなっちゃうな、また怖いな、おい。気持ち悪くてさ、ね、もう思わずもう、うわーって声を出したんだけど、そこで初めて、俺、金縛りになってるっていうふうに、不思議でしょ、これ。夢と、夢先行で、夢の進行、その中のまあ、物事の進行に順次で、こう、途中から自分がその金縛りになるっていうね。まあ、今までにもなかったわけではないんだけど、こういうことはね。だけど、ちょっと顕著だったね、今回はね。で、その、うわーって声をこう出そうとした時に、金縛り独特のこう出そうと思っても出ない。こう思った通りの声が出ない。思った通りの声は出てないんだけども、でも、
おそらく今その万が一俺寝てる方に誰かが起きて俺のことをこう見てたとしたら、おお、なんかうなされてるなって分かるぐらいの声は出てるっていう、うん、難しいんだよこのさじ加減が。これね、悲しみになったことのある人じゃないとちょっとよく分からないかもわかんないんだけど、まあ要はそういうことなんだよ。それで、まあ、悲しみになってるわ、気持ち悪い、だからもううわーって、そんなにしつこくかかっ追ってくる悲しみでもなかったので、うわーってこう目を覚ましたんだよ、真っ暗だ。で俺枕の上にまた、あ、気持ち悪い夢だったと思って、また枕の上にこう頭を乗せると、また耳の中のジッジッジって言い出すんだよ。だから、あ、やばいやばいやばい、これまたそのまま悲しみになっちゃうわ思って、だからもう、ああ、やばいやばいやばい、ダメダメ、こういう時にはダメだ、なんか他のことに気そらさない、そらダメ、そらさないとなって思って、だから枕にこう肘ついてこうやってこうしてこうあっち見たりこっち見たりするんだけど、暗いからほとんど何も見えないんだけど、あっち見たりこっち見たりしながら、ああやばいな、ちょっと一回起きてちょっとタバコでも吸うか、タバコ吸い、いやー参ったねおい、いやこれがね、なぜ俺がそこまでこだわるというか引っかかるというかそんな気分なのかっていうと、その最初に俺がそのいたっていうね、あの浜があるでしょ、その男に俺が何かをそのね、一言言ってやるみたいな感じで思って言ってる浜が、直感的に例の大浜だって感じたんですよ、これ、うん、そう、それをね強く感じた。なんかね、これからちょっと立て続けに9月は3つほどトライをやんなくちゃいけないので、ちょっとね、気にはなってたんですけど、うん、そんなことがね、あったよ。